さんこんにちは、丸川です。今回はアシェットのヴァルキリーの続きをやっていきますよ。今週は第121号。前回は連装ビーム砲を組み立てましたね。いよいよファストパックも大詰め感がありますが、今週はこちらです。はい、機体に接続する部分のパネルと、何やら配線などなど、センサーみたいなやつはまだかな?ということで、今週も始めていきます。はい、それでは今週も始めていきましょう。週刊ヴァルキリーを作ろう。今週は第121号ということで、ファストパックを少しずつ組み立てていきます。まずはこちらの台座に、前回作った連装ビーム砲を取り付けていきます。配線を穴に通して、台座に差し込んでいく。そうしたらネジで固定しましょう。はい、できました。次にネジ穴を隠すカバーを取り付けていきます。はい、すいません。ここの穴だと思ったら、裏側でした。こちらは接着不要ですが少しガバガバです。必要に応じて何かで固定した方がいいかもしれませんね。続いてこちらのクリップを取り付けます。剥離紙を剥がしたら、台座の上部に貼り付けます。この時に台座からはみ出ないように貼り付けましょう。はい、こんな感じ。続いてこちらの配線を取り付けていきます。こちらはカプラーが少し違っていて、メス側のカプラーをクリップに挟んでいきます。そうしたら、ファストパックに取り付けていきましょう。まずはビーム砲側から出ている配線を、内側を通して外に出します。はい、こんな感じ。そうしたら、ファストパックの中にあるピンに差し込んで取り付けます。はい、左右のパネルを合わせたら上下をネジで固定しましょう。ネジで固定するとかなりしっかりしましたね。そうしたら下側に接続用のパネルを接着しましょう。下側のパネルがつきました。今回も結構立て付けが悪いですね。ピンのところだけで接着するとパネルが浮いちゃいます。ということで、今回はここまで。さていかがだったでしょうか。今回の週刊ヴァルキリーを作ろう。今回はついにファストパックを組み立てということで、ビーム砲側のファストパックが出来上がってきましたね。かなりの大きさにびっくりです。本当にあのピンだけで支えられるのだろうか。という感じで、週刊ヴァルキリーを作ろう、以外にも、不定期で動画投稿してます。もちろんマクロス関連メインですが、他の動画も覗いてくれると嬉しいです。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。